大御所扱いを指摘された木村拓也の現在地スマップ解散から間もなく8年も大物すぎて変われない新しい地図という場所ができて9月で7周年になりますグループが解散し何もなかった7年前は音楽にアートドラマ MC と様々な仕事ができている今のような未来像は描いていませんでしたいや描けなかったという方が正しいかな朝日新聞9月8日付新しい地図のカトリ信号47がメンバーの稲垣五郎 50草薙剛50とリレー形式で連載している、地図を広げて、でこう書いている。2016年末のスマップ解散後、リーダーだった中井正宏、52も20年3月いっぱいで旧ジャニーズ事務所を退所し、現在は個人事務所、株式会社のんびり中井に所属して順調に活動している。では、残るあの人はどうか。フジテレビがブームの火付け役となったトレンディードラマの前世紀だった1993年。 10月から12月まで、看板ドラマ枠である、月9枠で放送されたのが、アスナロ白書。同じ大学に通う男女5人の友人グループ、アスナロ会の面々が初めて人を愛し、苦い経験もしながら、大人への階段を登っていく姿をノスタルジックに描いた。主演は、92年後期の NHK 長の連続テレビ小説、ひらり、でヒロインを務めた石田光50ニット当時は、新進気鋭の俳優だった筒井道隆、53。 友人グループのメンバーを演じたのが西島秀俊53鈴木安叔54そして91年にグループが CD デビューし後に数々の月9ドラマで主演をこなすことになる木村拓也51だった等身大の大学生に近い年齢のキャストを揃えたのがこうを奏したのか平均世帯視聴率ビデオリサーチ調べ関東地区伊カ道は最終回の31.9%がトップで全11話で27.0%を記録 月ツの歴史に名を刻む名作となった。8月27日、富士の昼の情報番組、ポカポカに石田と筒井が揃って出演した。MC を務める神田愛川な44が夏休みだったため、石田が MC を務め、筒井は特に告知があるわけではなかったものの出演を果たした。木村くんと安寿さんに LINE をしました。すると、木村くんは、あいつ、大丈夫かなって言ってまして、安寿さんは、よろしくねって言ってました。 という石田の報告の後、当時のドラマ撮影の様子などを語ったが、視聴者からの質問に筒井は真剣な表情で、東京ラブストーリーとか見てたから、あの感じを壊さないようにって。だから、今の人たちはどう思ってるのかなって僕だけかもしれないですけど、と語ると、石田もこう応じた。そういう看板は意識してたかも。今は違うかもしれないけど、私たちの場合、ここでこけてはいけない、というのがありましたよ。